はい、キャプテンヤスのバイブルトークです。一仕事を終えてからの、バイブルトークですけども、マタイの福音書12章、43から45。これちょっとね、なんでここにっていうのはあるんですけども、ちょっと読みますね。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけていって自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。ということで、まあ、なんで急にここに入ってくるのがちょっと親って感じなんですけども、まあ、この話自体はこう、一回こうね、例えば悪霊に疲れた人でも出ていきます。悪いものは出ていきます。出て行って、で、しばらくね、こう、どっか行くんですけども、戻ってきたら、あれ？ここ空いてるじゃん。で、また戻ってくんだけども、その時に、お外一緒に行こうぜって言って、他の人たち、他よりも自分より悪い、もっと、これ7つっていうのはもう完全数だから、とにかくたくさんのもの、レギオンみたいですね。それが戻ってきちゃうってことで、じゃあ家が空いていて掃除されてきちんと片付いているっていいじゃんそれって思うんですが、これはやっぱり自分の中にこう空っぽであることっていうのは危険であると、やっぱりそこに空っぽのところにね、こう悪いものが入ってしまう、なのでそこにやはり私、まあこれ、ね、クリスチャン的に言うとイエス様をこうね、神様を自分の中に中心にね、自分の王座に受け入れてっていうことだと、思うんですけども、ただここで言われてるのは何かというと、全体的にこの悪い時代、この時代、イエス様の時代、この時代に、悪い会員の時代、印を求める時代、その時代はこのようなものですっていうふうに言ってるので、だからそことこう関連させてね、考えなきゃいけないのかなって気がします。だからその時代というのはこう空っぽであると、ね、でその空っぽのところに本当はそこにイエス様が来てくださったんですけども、それを認めようとしない人たちがいると、で空っぽのままである。そうするとその空っぽのところね、せっかくこうね、イエス様がこの悪霊を追い出したり、その悪いものをね、こう取ってくださるのに、そこにイエス様を入れないでいるときに、その時代には、もっと悪いものがいっぱい入ってきてしまいますよっていうことなんですかね。これバイブルトークってなんでかって言いますと、こう毎回適当に話してるんです。適当ってちゃんとやってますけど、例えばいろんな注釈書いっぱい見て、こうどうだらこうだっていうよりも、こう割と直感的に話してたり、あとはこのここを読んで自分がどう思ったのかみたいなのを車来たりしてる中でね、話してるので、まあ、今日のところはそんなにやる気がないんだなっていうふうに思ってくださいね。仕事は頑張ってください。はい、ということで、それではまた。ごきげんよう。